こんにちは。マーキュリッチの西野です。今日はテレワーク下における職場のチャットで超おすすめのスレッドはこれというお話をしたいと思います。私は今ですね、オンライン系の研修をすることが非常に多くなっています。例えばオンライン商談研修であるとか、あとはリモートマネージメント研修なんていうのも非常に増えています。リモートマネジメント研修は何かというと、リモートワーク、テレワーク下において、マネージャーがいかにメンバーやチームを効果的にマネジメントするか、その手法、コツをお教えする研修なんですね。で、そのリモートマネジメント研修でもう必ずと言っていいほど出る問題がこれです。悩みです、皆さんの。テレワークによって、やっぱり今までのようにはコミュニケーションがなかなかですね、密に取れない。要はコミュニケーションがどんどん希薄になっていってしまってるってことなんですね。で、その問題を解決するために、やっぱりね、チャットのツールは非常に有用です。で、いろんな職場でどんな工夫してるかっていうことを少しお話ししましょう。いわゆるね、雑談を増やすために、要はチャットを使ってなんとか職場における雑談を増やそうとしています。もちろんそれ以外の色なんても売ってるんですが、結構代表選手これなんですよ。これおそらく今聞いていただいている方でマネージャーの方、そしてテレワークになった、その企業のね、マネージャーの方は、この悩み、多かれ少なかれ抱えてると思います。雑談が減ることによって、なんかこうね、気持ちの共有が減って、いわゆる潤滑油みたいな、職場のコミュニケーションという観点における潤滑油が減っちゃって困っているとか、今までは雑談っていうところから少しいいアイデア、あるいは問題解決のヒントが生まれていたっていうのがなくなるとか、いうふうなに悩んでいる。そういう人多いと思うんですね。で、それを解消するために、チャットで雑談という名前のスレッドを作ってですね、そこでこうね、メンバーに雑談させるみたいなことをしている、そういう職場も結構あると思います。ただ実際に聞いてみると、意外とうまくいってないんですね。例外はありますよ。うまくいってるところもあるんですが、意外とうまくいってません。じゃあなんでなのか、私なりの分析を少しご紹介しましょう。大きくね、3つの理由があると考えています。まず一つが、やっぱりなかなか雑談、堂々としにくいんですね。例えば雑談のスレッドを作りましたと。で、そこである人がもうガンガンスレッドにメッセージを送っている。なんかこの人仕事してんのかなっていうふうに思われるかもしれないという恐怖があるじゃないですか。ですから、あんまり活発に雑談スレッドにバンバンメッセージって送れないんですよね。で、2つ目が、あとは自分も時間の無駄だと思ってしまいかねないってことです。いや、たまにならいいですよ。だけどもしょっちゅうやってると、この勤務時間でこんなにいっぱい雑談やってるから労働時間が長くなってんじゃないの、これ減らしたらもうちょっと仕事早く終われるんじゃないのみたいに思ってね、それでやっぱり控えめになっちゃう。あとはそもそもね、何を話していいかわからない。じゃあ雑談お願いしますって言われて、多分多くの人って、いや何を話したらいいんだろう。ちょっとね、広すぎるんですね。広すぎるんです。いわばですね、雑談ってこういうふうな性質を持ってると思うんですよ。自然発生的に起こるものだってことです。例えば、リアルで言うならば、お客さんのところに訪問して、で、営業担当が戻ってきましたよと。で、戻ってきた時に、いや、今日ね、こんな面白い話聞いたんですよ、みたいなのを、仕事じゃとも言えるような、言えないような感じの、そういうふうな情報交換みたいな、そんな感じなわけですよね。それを、なんか正面切って雑談にやりましょうっていうとね、なかなか発生しないんです。だから結局、意外と活性化しないってことなんですよ。そこで、私がおすすめしている、そしていろんなおすすめしたところ、そして導入したところでうまくいっている一つの例です。それがミニ成果共有のスレッドを立てましょうってことなんですよ。本当はマネージャーは雑談を増やしてほしいっていうふうに思ってるかというと微妙な話です。例えばパチンコ好きな2人のメンバーがいたとしてね。で、勤務時間中にその2人でもうずっとなんかパチンコの話でめちゃ盛り上がってるって、これありがたくないっていうか望んでませんよね。だから私はこれをね、半雑談って言っています。半雑談を増やしましょうっていうことなんです。ただ半雑談スレッドを立てても余計何メッセージをね、送っていいかわからないですから、なので、何かもう少し範囲を狭めることによって、そしてそこに発信しやすくするってことです。ちっちゃい成果をみんなでちょっと共有しましょう。そういうスレッドです。じゃあ例えばどんなものをそこにね、なんていうか、コメントとして書くのかってことなんです。例えばこれ、仕事や職場に関するちょっといい話。ちょっとっていうのは結構大事なんです。そうやってハードル下げるんですよ。例えば、今日はすごく、どこそこお客様のところに行っていい提案ができましたね、そんなんでいいわけです。自分が思うっていうだけでいいわけだから。あとは褒められたんですとかね、そんなんでも全然いいですよね。お客さんにね。あとは社内の仕事でももちろん OK ですよ。この資料を頑張って仕上げましたみたいなね、30分くらいしかかかってないんです。だけれども、仕上げたみたいな、そんなんでもいいわけですね。いわゆるちょっとしたアクションってことです。だから、成果ということで、なんかすごくこう、気張った、それってやっぱりちゃんとした形になった成果だなっていうところまでいかないものを特にここに書いた方がいいと僕は思うんですね。ですから、もうアクションでいいってことなんです。さらにそれに対するレスなんかもですね、レスポンスですね、絵文字なんかでレスをするとものすごいやりやすいですね。要はハードルをちょっとでも下げるっていうことなんです。このミニ成果共有ですね。このスレッドを立てる効果はちょっと2つの観点で整理しましょう。まず1つが、やっぱ職場におけるコミュニケーションがより活発化し、そして雰囲気も良くなるってことです。やっぱりですね、なんだかんだ言って人間って前進している実感があるっていうのがモチベーションが上がる非常に重要なファクターの一つだと言われています。ですから、ちょっとでいいですから、まあ成果なわけですから前に進んでるわけでしょ。そしたらね、やっぱりモチベーションも上がるんです。で、何よりもね、やっぱりポジティブな言葉を使うことになりますから、その言霊という意味でも、実は非常にね、雰囲気も良くなります。これが一つ目ですね。あとは、お互いの仕事ぶりなんていうのも非常によく見えるようになります。ですから、いわばですね、ちょっとしたアクションっていうのは、厳密に成果って言えないんですよ。だけれども、あ、今こういうふうな行動をして、こういうふうなことを頑張ってるんだな、あ、こういうふうなことに手をつけているんだ、みたいなことがわかる。そうすることによって、お互いやってることが分かり合えると、じゃあ助け合いができたりとか、場合によってはリカバリーをし合うとかね、いうふうなことによって、職場全体のですね、この仕事を最適化していくことができるんです。そういう意味で、このミニ成果共有のスレッド、大変効果が大きいですから、超おすすめです。ぜひですね、もう早速明日からやってみていただいて、いや、今日からやっていただければと思います。ありがとうございました。